おはようございます。本日大和191日目です。M1 の予選も近いんで、うん、来週じゃんマジで。ああもう来週か、やば。はい、ちょっと焦ってますんで、バタバタ作って、バタバタね、バタバタ作るもんじゃないのよね。頭に入れて頑張りたいと思います。そうだね、菊水むずしで頑張るぞー。いやー、今日山っぽ担当下村やって、うん、ルートとかを、うん、結構こまめに見らんと、もう過ぎとったらと言って、看板だけじゃね、看板ないとこの方が多いって言ってた。これね、うん、こういうのがあれば大丈夫ですね。登山口がどこに今いるの？どこに表示されてるの？今ここ出て、あ、鬼を右でしょ、鈴右行って、初山、本当は初山、本当に山、全然説明してくれないから俺は本当に知ってる程度で言ってくるからさ。そう、あ、俺そこやね。あ、冷たいのもの持ってきちゃった。あ、すいません。大丈夫？すげえ。帰って悪かったな、これ。重たかい。いやすいません。熱中症に気をつけて。ありがとうございます。熊野座神社。熊野座神社。お祈りだけ。これでも真ん中通っちゃいけないって言うよね。言うよね。まあ言うよね。言うよね。うん。何でお願いします。僕はもうやっぱり M1 1回戦通過できますように。僕はあの神社ではお祈りしない主義なんで、ごめんなさい感謝をしなさいっていう、元も子もない。いやいや、俺そういうスタンスなんで、ごめん。なんだ、あら、もう来た、これ、あ、見えた、これ見えてきたよ。あ、出た、ありました、道の駅。テント立ってるじゃん。え、あ、あれだ、止まらないと思うけど、先輩がいらっしゃるやないですか。あの方止まらないと思うけどキャンプ場って変えてるね。そう、キャンプ場だと思う。キャンプ場って変えてる。あ、ここキャンプ場だね。あ、すいません。すいません。ここでテントを張らさせてもらいたいなと僕ら思ってまして。大丈夫ですか？1泊2日で1300円になりますけど、よろしいですか？はい。そしたら4杯ですね。はい。いやー、どこ張る？斜めたところやめたがいいね。大丈夫よ。どうしようかな、広い。歩いてるんですよ。何キロ？九州一周です。九州一周は。そうそう。100キロぐらいですか？1300キロぐらい。1300キロ。1300キロ。はい。まあ半年歩いてます。マジっすか？はい。3月8日からスタートして。芸人になりたい。村人っていうコンビの芸人で。これは？でももうネタの違う、ネタ関係、ネタじゃないし、小道具じゃないし、ネタかと思ったから、生きるために、今までピンだったからさ、うん、一人でボケて、自分で突っ込むっていうネタをしてたの、うん、でその突っ込む時に、桃をこうパーンと叩くっていうネタをしてたからさ、うん、これをね、生かしたいなと思って。あー、これの中なんだ、すごい大事だって言ったら、そこまで別にすごい大事じゃないとは思う。本日の山飯、米を、あの、やったことないんで、あ、まあ、覚える、ちょっと覚えながら、どうしたらいい。水はまだ入ってないですよね。そう、うん、これ結構大事なんじゃない。まあ、目分量でちょっと待って、そんな感じでいいのちょっと全体的に疲れる感じ、入れすぎて失敗したのよ、この前。まあ、こんぐらいで、まあ、もうちょっと入れよう不安なとるやん、バリバリ不安なとるやん。 OK、沸騰というか、こぼれ出してきたら脱ぎから軍手をして蓋を開ける、うん、じゃあ僕の方はですね、お肉を炒めていきます。こちらのアスパラかな、緑のやつは。アスパラが違う。アスパラじゃないなアスパラじゃない。この音わかりますもん、ね、まあ、何回も見たよそれ。いや、完成しろよじゃん。焦がしたいから何回見たよそれ。完成でーす。こちらはですね、ミスティン丼でございます。米の方がミスしちゃったのね。メスティンでミスしちゃったので、ミスティン丼ということで。ミスティン丼。でもお肉はもう間違いないと思います。お肉も絶対美味しいしね。まあ、好きな硬さだわ。いや、確かに。美味しい。まあでもうまい、確かに。それを全部肉がね、カバーしてくれてる。うん、おはようございます。
本日ヤマトモホ192日目です。今日はですね、山菓子というところで山菓子というね、聞くところによると、はい、温泉街というか、あら、はい、温泉が有名らしい。本当になんだかそういうところもじゃあちょっとね、お邪魔できたらとなということで ね山菓子目指して頑張るぞー。いやー、稲穂こうならないかんば、俺らは褒めにならないかな、うん、それからまあゴールした後、まあ、テレビとかいろいろまあね、仮に出て売れたとしても、うん、いつまでも稲の気持ちでいないとな。すごい、もう密集しとるよ。何がすごい、町がね、うん、ようこそ山賀温泉へって書いてある。うん、いた、ここも見て、飲み水飲めるよ。飲める温泉飲む場所ってすごいよね。いただきます。あ、まあでもちょっとぬるめの、なんか匂いがちょっとリンゴジュースみたいな匂いがいい。リンゴジュースみたいな。そう、うまいですね。ちょっと香りがいいです。リンゴジュースの匂いはしないけど、香りはいい。フルーティーな感じね。フルーティーな感じ。そうねえ、古そうですね、うん、歴史が感じる。すげえ、ね、わー、いい匂い。すごい作りじゃない。だすげえ、めちゃくちゃ形がすごいですよね。珍しいタイプ。クマモンもいますよ、ちゃんと。あそこにドーンってクマモンが多かった。クマモンがそうだ。明治時代の中に昔からこの区切りがあるじゃないですか、うん、この区切りの一つだけ明治時代から残ってるやつがあるんですよ。でも隣のやつはもう変わってるんですよ、新しい。そうだ、ワンブロックだけ。めっちゃ黒そう、日焼けしてる。お前何があったの。しかも虫刺されがひどいから今俺に足りないものは美肌やな。ちょっと待って。さっぱりさっぱり、気持ちよかった。さっぱりさっぱり、ね、さっぱりしました、ね、めちゃくちゃ。お肌ツルツルの感じね。ツルツルになった。ちょっと白くなったんじゃない。いや、俺だいぶ白くなった。だいぶ白くなったね。もっと黒かったもん。だいぶ白くなったね。ほんとちょっとね、明るくなってタオルはいい、エアロビー感じですね。エアロビー語のかっこよくなってっちゃう。ニューヘアスタイルよ。びっくりしたね、今日ね。あ、そうそう、さっき毎日来てるお父さんがいまして、お父さんが一人このお風呂に、うん、そのお父さんが、うん、今日どこ泊まるのみたいな話してて、うん、でテントをいつも張ってるんですみたいな話したら、うん、そうそう、ちょっと聞いてやろうかみたいな話になりまして、うん、でお父さんのお家の近くのお家を、うん、の敷地を使わせていただくことになりました、うん、いや、すげえ。まさかの。すいません、先ほどもありがとうございました。ありがとうございます。すいません、お待たせしました。じゃあ最初は紹介しておくかね、借りるところね。あ、はい、あ、はい、ありがたいです。いや、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ広いじゃないですか。じゃあリュックはうちに置いていくか。はい、いや、リュックはもう全然、はい、もうテントの中に入れますんで。いやいや、だからテントが帰ってから張るんだから、ご飯がね、はい、8時まで閉まっちゃうからさ。あ、どういうことです。あ、ごちそうしてあげるから。え、ごちそうしてくれるんですか。そんな食べるから。じゃあ、え、すぐ行くっていうんで、ちょっとすいません。今そういう急展開になったんで。じゃあ僕もすぐ準備します、はい、すごいぞ。西野駅でかいですよ。めちゃくちゃ近いって。これ東映レストランバンバン。すげえ、バイキングビュッフェ。すげえ。じゃあちょっとお邪魔します。昨日は冗談半分で言ったんですけど、山口さんがごちそうしたでしょ。まだ出会ったっすよ。おととい半分だけ。昨日だよ。あ、おととい。おととい。いやこれはうまいぞ。絶対じゃあ取ってきました。こんなにフルコースすごいいっぱい。もうカレーなんかめっちゃもうこぼれてますもん。そんなにいっぱい食えないよ、普段から。俺もう明日から山形の生活無理かもしれない。これ食べたら戻ってこれへんかもしれない。戻ってこれない、そちらの世界に。この間のかぼちゃの煮物とかぼちゃのスープだけですよ。かぼちゃのフルーツコースですよ。だから終わった時はもう痩せこけてるね。いや、ほんとそうですよ。もうガリガリになってますもん。そうでもないな、お前。
さんごちそうさまでした。すみません、本当に今日は。何が何までだからテント張ったらお茶飲みくればいい。いやー、もう本当ですか。ありがたい。何から何までも。なんか実家みたいな気分になってきましたよ。もうありがたいです。お菓子もいただいて、ぶどうもいただいたので。ぶどうもお菓子も小指買っていただいて。売れるのを願ってる。いや、本当絶対売れますんで。その時またお父さん、バイキングごちそうさまです。その時またごちそうさまです。お願いしたい。